皆さんこんにちは、教育が勝手の平野と申します。前年内に2000人突破したら奥さん出すっていう絶対行かねえだろうって思ってした約束を見事に皆さんのおかげでですね突破されてしまい奥さんを動画に出すという羽目になってしまいました。で、奥さんと付き合ってる年数が10年以上あって、それから結婚したって話をしたと思うんですけど、それからですね僕への問い合わせがすごいんですよ。男性からのどんな問い合わせかっていうと、付き合ってる彼女がいるみたいな、奥さんがいるんだけど、喧嘩ばっかりするとか、長続きしないみたいな、というね、恋愛相談をしてるなぜ俺に恋愛相談をしてくるのかと。でも結構されること多いじゃん。まあされること多いですよね。なんでその長続きするんですかみたいな。もうね、これね、はっきり言っときましょう。まあ偉そうなこと別に言えたたちではないんですけど、マネージャーと僕が長続きしてる一つの要因って、相手の価値観に踏み込まないってところだと思うんですよ。いや、あなたはあなたでしょみたいな、僕は僕らしいみたいな、もうお互い勝手にすればって思ってるんですよ。それでも一緒にいたいかなと思ったから結婚したわけですよ。で、そうやって言うと、たまにリアルな相談とかで過去にやれたことがあるんですけど、なんかそれってさ、ちょっとなんか冷たくないみたいな、じゃあ何みたいな、相手の愛情があるかどうか確かめるために泣きわめいてね、壁どんどんやって家から飛び出たりするのが恋愛なんですよ、それが本当にと。ねえ、僕は誰かが悪口言ってるじゃないですよなぜ爆笑してるのかは分かんないけども、それが果たしてね愛情なんですかと僕は聞きたいわけですよ。違うでしょと。まあなんか相手を支配したり束縛したりして愛情を確かめる、そう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 じゃなくって、ちゃんと相手を尊重してっていうことですよね。そうそうそう、相手を束縛して支配して愛情を確かめるっていうのは2歳の赤ちゃんがお母さんにする行為ですよ。片方だけがその考えを持ってても成り立たないから、可能性があるね。お互いが持ってない、平等に見れないと。そう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 、価値観に土足で踏み込まないことと、変な愛情の確認の仕方をしないでほしいってことだけです。僕はこの価値観で編集を手伝ってくれる奥さんをゲットしましたはい、じゃあまあちょっといろいろ相談されたんで、総括するとこういう感じですよ。では公式 LINE が出たんで、下の URL から登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。